日本、アメリカ、韓国の合同演習の傍ら、竹島南方の日本の排他的経済水域内で韓国側未同意の調査活動を強行しているという情報があったよ。相変わらずの隣国様だな。今回はそんな韓国の竹島沖での巡視船の動きについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。韓国では2022年5月、現在のユン・ソンニョル政権が誕生し、それまでのムン・ジェイン政権の親中国及び北朝鮮との融和的な政策から脱却し、安全保障面でのアメリカへの回帰が明確になっているよ。これに気を良くしたのか、アメリカを唯一の同盟国とする日本との関係も、ユン政権が誕生した直後は、これまでの反日的な動きが緩和されるのではないかと期待する声も多かったみたい。確かに前文政権に比べると、現ユン政権は反日的な動きや政策を改めてきていると感じるが、未だに排他的水域をめぐってのトラブルは現在進行形で発生中と言わざるを得ないな。今も韓国側が不法に占拠し、実効支配している竹島韓国名独島周辺の海域を管轄しているのは、海上保安庁の第8管区海上保安本部だが、同本部によれば竹島南方の日本の排他的経済水域内で韓国側が未同意の調査活動を強行しているとのことだったぜ。今回のケースだけど、2024年6月6日午後6時頃から6月8日の午前5時半過ぎまでの間、竹島からおよそ 69km にある南方の日本の排他的経済水域内で発生したよ。韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属する船舶の船ヘアン2000が実施したとみられるんだ。この機関、当該日本の排他的水域内において、韓国国立海洋調査院に所属するヘアン2000はワイヤー状の器具を海中に投下し、何らかの調査を行ったと推測され、発見した海保の第8管区海上保安本部巡視船が無線による警告を発したそうだね。日本の見解としては、当該海域は日本の排他的経済水域内であり、韓国側から事前に日本側に了解を得ていない調査活動は黙認できないから、海保の第8管区海上保安本部の巡視船は直ちにその行動を中止するよう継続してヘアン2000への警告を行ったんだ。しかしこういった日本の巡視船からの無線による中止警告を韓国のヘアン2000は無視。発見からおよそ1日半もの間、当該海域でのワイヤー状器具による調査を継続し、ようやく韓国海域へと戻ったとされるよ。第8管区海上保安本部からの同事象発生報告を受けた政府は、外務省のナマズアジア大洋州局長が在日韓国大使館の次席公使へ、三木中間公使が韓国外務省へ抗議を言ったようだけど、現時点では韓国側からの声明等は確認されていないね。試験だが、こうした事態の発生に、海上保安庁が現場で情報を収集し内容を各関係省庁に報告、内容確認の上で政府が対応を決定し、外務省を通じて相手国今回の場合は韓国に抗議するという、当たり前の対応を行ったと思うぜ。しかし現在に至るまで韓国側から、何の説明もないという時点で、こういった問題を見るにつけ、本質的な意味で日韓関係が少しずつでも前向きな方向に変わってきているとは全く感じられないな。韓国で2022年に現ユン政権が誕生した際、日本の一部の大手マスメディアにも日韓関係改善に期待するという論調が散見されたんだけど、こういった楽観論は禁物だと思わざるを得ないみたい。自分たちに都合の良いことだけを取り上げるのが、日本のメディアの良さであり、甘さだよね。今回も問題の中心となった韓国政府機関である国立海洋調査院に所属するヘアン2000は、これまで過去複数回、同様な行為を繰り返し行っている船舶だから、政権交代が起きたとしても韓国側の対応が劇的に変化するとは考えにくいわけだ。前回、このヘアン2000は、2022年8月、竹島の北東方面海上のおよそ 100km の位置にある日本の排他的経済水域内で、今回と同じく日本側に事前承諾を得ることなく、ワイヤー状器具を海中に投下して何らかの調査を実施しているぜ。さらにこの3ヶ月前の5月にもこの船は、同じように日本側に事前の承認を得ていない調査と思われる活動を行っており、つまり、こうした事案の常習船というわけで、もちろん発生のたび、日本政府は抗議を行ってはいるが、いずれも今回と同様、韓国側からは何の説明もなく、そう考えると韓国としては竹島を実効支配していることもあって、その周辺海域は日本の排他的水域とみなしていないと考えるべきなのだろうな。日本政府のスタンスは、韓国が不法占拠している竹島にしても、ロシアが不法占拠している北方四島にしても、日本固有の領土であるという姿勢を崩してはいないんだけど、全く有効な交渉にはつなげることができていないんだ。外交能力の貧しさということなんだろうね。不甲斐ないとも思われるこうした現実を鑑みれば、今は日本が実効支配し、海上保安庁が専従警備体制を敷いて警戒を続けている尖閣諸島についても、今後万が一にも中国の上陸をたった一度でも許してしまえば、竹島や北方四島と同じ状態になる可能性は非常に高いと危惧する意見も多いみたい。尖閣諸島に関しては、かつては台湾の活動からが上陸を敢行した事件もあり、今後中国の同様の行為を見逃してしまったら、事実上の中国領とされてしまうことは明白だから、絶対に阻止すべく対処すべきだといういささか過激な声も聞こえてくるね。尖閣諸島をめぐる日本と中国の情勢が、年々厳しさを増す中、沖縄本島の大手マスメディアは太平洋戦争での凄惨な地上戦の歴史を忘れることはなく、どうしても反米に傾くと中央の人間から批判されることがあったな。こうした勢力の代表とされる玉城氏が沖縄県知事で、アメリカ軍基地移転問題など難しい舵取りをしていた人物だが、中央の人間からは目の上の単行部と思われていたようで、2024年6月の沖縄県議会議員選挙で、玉城知事の勢力は過半数を獲得することができなかったぜ。この結果に開催を叫んだ中央の人間も多かったことだろうな。定数48名の沖縄県議会における改選前の玉城知事の支持勢力は半数の24議席だったんだけど、改選後には反玉城知事を掲げる自民公明の国政与党と日本維新の会合計で28議席と16年ぶりに過半数を大きく上回る結果になったよ。玉城県知事の支持勢力は20議席を獲得したのみで、沖縄本島で根強かった反アメリカ新中国路線の政治状況に、県政の変化を求める世論の高まりの表れという論評が多かったみたい。韓国の話をすると、2018年12月20日、能登半島沖の日本の排他的経済水域内の日本海上で、韓国海軍のミサイル駆逐艦の広海度大王が海上自衛隊の P-1 哨戒機に火器管制レーダーを照射したという事件があったな。これについて日本側は一貫して広海度大王が火器管制レーダーを照射したと、当時の映像や音声を公開して主張。韓国側に適切な説明を求める動きを再三行ったぜ。しかし韓国側は主張を二転三転させた挙句、結局この件をうやむやに葬ったという感が拭えなかったよね。しかし、最近非公式ながら韓国の一部の軍人らが、前文大統領から当該事象の隠蔽工作を行うよう指示されたと認めたという報道があったんだ。非公式であっても、韓国の軍人の一部からこういった声が上がったということは、当該事象の発生後に広海度大王がそのような行為を、P-1 哨戒機に行った理由への日本側の推察が概ね正しかったという証明と考えられるな。日本側では当時広海度大王は北朝鮮に便宜を図るため、脱北者が乗った船舶を捉えて送り返そうとしていたのではないかと推理されていたんだけど、これが正しかったという声も多いみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2021年4月20日、米国議会上院外交委員会は国際法をねじ曲げ露骨な海洋進出を企てる中国に対し、超党派で戦略的競争法を取りまとめて今後同委員会で審議することを明らかにしたよ。280ページにも及ぶこの法案は、今後米国政府がどのように中国と対峙していくべきかを示されたものだな。今回はそんな戦略的競争法について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在の中国との対立は新冷戦とされ、かつての東西冷戦と同じかそれ以上の危機として東アジアにおいて一触即発の状況のもと、超党派で国難にあたるアメリカ合衆国の結束を久々に見ることができたのは、米国を分断させたトランプ前大統領が去り、共和党議員にのしかかっていた重しが取り除かれたおかげだろうね。この法案では米国政府に対して同盟国との連携強化を求めるとして、中国の攻撃的かつ独断的な行動への抑止力として、同盟国にもそれぞれ役割を果たすよう求め防衛力の向上などを促すべきであるとした上で、インド太平洋地域の安全保障のために米国からの支援を優先させ、中国との競争においてその軍事的投資は適当に割り当てるべきとしているよ。台湾との関係強化については、政府軍高官同士の交流には制限を設けないとしているほか、新疆ウイグル自治区での虐殺とも言える強制労働に関係した中国当局者には制裁を科すとしているな。また、インド太平洋地域の課題に対応するべく日米豪印4カ国の枠組みであるクアッドに注力していくことも盛り込まれているぜ。そして日本の尖閣諸島については、日米安全保障条約第5条の適用対象となることが改めて確認され明記されたわけだ。日米安全保障条約第5条では確定約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言するとされていて、米国議会が尖閣諸島を日本国の施政の下にある領域として認識されたことに他ならないんだ。この戦略的競争法について、上院外交委員会のメネンデス委員長は声明を発表。かつてない超党派での試みであり、中国による世界に対する法外な挑戦に対抗するあらゆる手段を動員することができるとして米国議会が一致団結して中国に対抗することを明らかにしたよ。これを受けて中国外務省の趙立堅報道官は記者会見で、米国上院外交委員会がまとめた戦略的競争法に断固として反対するとして、中国は米国との衝突を望んではおらずウィンウィンの関係を築くことを願っているんだけど、中国の主権安全保障国益を脅かすものには対抗していくと強い反発を示しているね。2021年になってから、インド洋から南シナ海、東シナ海での中国対日米欧の構図による挑発的な軍事行動の応酬が際立っているよ。中国はここ数年、南シナ海おける九段線の主張を盾として、干渉を埋め立てての軍事基地造成による実効支配を確立させつつあり、東シナ海においては日本が領有する尖閣諸島を中国の領土と主張して海警局艦艇を派遣して日本の領海に居座らせ続けているんだ。さらには台湾への侵攻を思わせるかのように、これまで越えることがほとんどなかった台湾海峡上の中間線を越え、多数機による台湾防空識別圏 ADIZ へ侵入を繰り返しているな。これらの中国軍の動きに対して米国は、第7艦隊所属の駆逐艦による航行の自由作戦を台湾海峡や南シナ海において展開し、南シナ海に断続的に空母打撃群を派遣して軍事訓練や演習を実施してきたぜ。そんな状況下に中国は4月5日、空母遼寧以下6隻の艦隊を沖縄本島と宮古島の間にある宮古海峡の通過と、太平洋に進出させ台湾周辺で訓練を実施したことを発表したわけだ。この軍事行動には、台湾近海や南シナ海に展開する米海軍を牽制する意味合いと、5日から7日まで実施されたクアッドによる海上合同訓練ラペールズのタイミングにも合わせたG行動であるとされているよ。ラペールズはクアッド非米合員4カ国にフランス海軍も参加してベンガル湾で行われた海上合同訓練で、中国に対抗したものであることは明らかであったんだ。また、中国海軍による G 行動にはもう一つの意味があるとして、それは4月16日から開催される日米首脳会談への牽制であろうとする声が上がっているぜ。この日米首脳会談ではバイデン大統領から菅首相に対して、台湾有事への危機感の共有と日本によるサポート内容の明示を求められるものと思われ、さらには尖閣諸島問題だけでなくインド太平洋全域においての安全保障について、日米それぞれの役割分担の議論が米国主導でなされるであろうとされているな。今回の米国上院議会による戦略的競争法で、法案の中に尖閣諸島防衛について織り込まれたのは、米国から日本へのプレゼントであるとも考えられるね。つまり、米国は尖閣諸島有事の際には安保を発動して日本をサポートするから、その代わりに台湾有事の際には協力をしてもらいたいという交換条件なのかもしれないな。米国にとっては台湾を失うことは、対中国戦略を練り直さなければならないほどの死活問題であり、その重要性は韓国の比ではなく、米国にとってはどうでも良い尖閣諸島での安保適用を明言してまでも日本の後方支援を必要としているわけだ。これに対して菅首相が日米首脳会談でどこまで踏み込んだ回答をするかが注目されていたぜ。菅政権の主要政策である2050年カーボンニュートラルの実現に際しては、排ガスを出さない電気自動車の開発と普及が必要不可欠であるが、この電気自動車の性能向上と量産化のためにはレアアースを確保し備蓄することが重要であるが、その主な輸入先は中国なんだ。中国に代わる調達先が見つからない限り、現状以上に中国との関係を悪化させるわけにはいかないのが菅政権の本音であろうし、日本国内企業と中国市場とのこれまでの結びつきを考えるならば、露骨に中国と対抗することができない弱みがあるよ。また、対中国においてバイデン政権と完全にと同調するためには、自民党内で力を持つ二階氏を筆頭とする親中国派からの突き上げを抑え込まなければならず、果たして菅首相がそれを抑え込むことができるのかということには疑問符がつくぜ。先の中国空母艦隊は未だ台湾近海での訓練を続けているものと想定されている中、休暇に米海軍は空母セオドア・ルーズベルトの空母打撃群が南シナ海で軍事演習を行ったと発表したな。米中の空母艦隊が至近距離で演習や訓練を行っているこの状況は、何らかの齟齬があれば戦闘が発生しかねない危険さをはらんでいるんだ。今日この瞬間にも米中の衝突が発生するかもしれない中で、菅政権は一刻も早く、海上自衛隊の海上警備行動時の武器使用基準の緩和と、防衛出動を速やかに発動するための要件緩和など法整備を急がなければならないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。毎年のように夏場から秋口にかけて台風の発生にさらされる日本列島だけど、今年2024年8月22日にマリアナ諸島の近海にて発生した台風10号は、8月29日朝に鹿児島県に上陸すると列島各地に大雨の被害をもたらしたね。台風10号は鹿児島への上陸後、大分方面の国東半島を抜けて瀬戸内海方面へと進み、さらに四国に再上陸を果たした後、紀伊半島の沖を進み、9月1日の正午には熱帯低気圧へと変わって気象上は台風としての分類から外れたぜ。ただしこの台風10号は非常に移動速度の緩やかな台風であったことから、日本列島に接近を始めた8月27日以後、熱帯低気圧に変化した9月2日までのおよそ1週間にもわたり、日本各地に大雨をもたらす結果となったよ。そんな台風10号の接近を受けてその影響を回避しようと、現時点で海上自衛隊が保有運用する最大の艦艇である、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦艦種記号 DDH の2番艦加賀が瀬戸内海を航行したな。今回はそんな加賀で起きた火災について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。護衛艦加賀は広島県の呉市に位置する海上自衛隊の呉基地を母港としている艦艇であるが、同艦は台風10号の接近に伴い、呉基地を出港し近隣の倉橋島の沖合を8月28日の夕刻に進んでいたよ。そこで護衛艦加賀は時間内部から排気を逃がすために設けられている排気管、そこから生じる熱を遮断するために周囲を覆っている断熱材が発火するという事態に見舞われ、出火箇所のおよそ1メートルほどの範囲が炎に包まれたとされるんだ。しかし護衛艦加賀の乗組員らの迅速な、およそ10分間程度の消火活動によってすぐに火は消し止められ、幸いなことに艦への大きなダメージも、乗組員の方々に負傷者などが生じることはなかったと報じられているね。護衛艦加賀のこの火災事故について、同艦艦長は火災が発生してしまった原因を究明し、今後繰り返さないように対策を施す方針だと述べており、同艦側から報告を受けた海上保安庁側でも火災の原因の調査を行うこととなっているぜ。ひとまずは護衛艦加賀でこの度発生した火災事故は、火災の範囲は極めて狭いエリアに止められたこと、乗組員に負傷者が生じず、自力で消火活動を完遂できた点は、緊急時の初動対応としては正しかったのではなかと個人的には感じたな。しかし今やインターネット上でこうした情報が速やかに一般人にも伝わる現在にあっては、この事象についても海上自衛隊側の弛緩した雰囲気が招いた落ち度であるかのように非難するコメントも散見されているのも事実だ。中には今回のこの護衛艦加賀での火災事故の一件を、2020年7月に正規したアメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦の6番艦ボノムリシャールの大火災事故になぞらえる論調すらあり、理解に苦しむよね。今回の護衛艦加賀の火災事故の件はこれから出火原因の究明が行われる段階であるとはいえ、アメリカ海軍のボノムリシャールが最終的に配艦にまで至った大火災の原因は、乗組員であった1名の故意の放火であったことが判明しているよ。こうした悪意をもって破壊活動を行う意図によって引き起こされたボノムリシャールの一件と、今回の護衛艦加賀の件をあたかも同様なケースであるかのように言い募る言説には正直違和感しか個人的には感じえないかな。さてくしくも不幸にも護衛艦加賀においてこうした小規模な火災事故が生じてしまった期間に、同艦の同型艦で1番艦の出雲はノーブルレイブン24さんと銘打たれた複数の他国の海軍艦艇との合同軍事演習に従事していたんだ。このノーブルレイブン24さんは、日本の海上自衛隊とオーストラリア海軍、イタリア海軍、ドイツ海軍、フランス海軍の6カ国が参加して、2024年8月27日から8月29日までの延べ3日間にわたり開催された合同軍事演習だな。ノーブルブレインという軍事演習名からは、これまでであれば主に日本とアメリカ、そしてオーストラリアが参加して行われてきた海軍の多国間合同軍事演習とのイメージが強いと思われるが、今回はアメリカは未参加であったぜ。今回のノーブルレイブン24さんについて海上自衛隊の海上幕僚監部は、8月30日付のプレスリリースにおいて、海上自衛隊とオーストラリア、イタリア、ドイツ、フランスの6カ国の海軍が共同訓練を行ったと報告しているね。このプレスリリースにおいて海上幕僚監部は今回のノーブルレイブン24さんの目的を、1、参加する海上自衛隊の戦術的な技量の向上、2、海上自衛隊と参加各国の海軍間での連携の強化を図ることだと述べているよ。そして今回のノーブルレイブン24さんの実施場所としては、日本の関東地方の南方海上及び、沖縄地方の東方海上であると説明されており、ピンポイントでの特定は困難だけど、西太平洋と東シナ海方面だったと推定されるんだ。加えて今回のノーブルレイブン24さんへ参加した部隊は、海上自衛隊からは出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の1番艦出雲、高波型汎用護衛艦 DD の2番艦大波、P-1 哨戒機、艦目を伏せた潜水艦とされているぜ。オーストラリア海軍からはホバート級駆逐艦の3番艦であるシドニー。イタリア海軍からは軽空母のカブールとアルピーノ級フリゲートの1番艦アルピーノ。パオロタオンディレベル級哨戒艦の4番艦のライモンド・モンテクッコリとなっているな。さらにドイツ海軍からはバーデンブリュルテンベルク級フリゲートの1番艦のバーデンブリュルテンベルク。ベルリン級補給艦の2番艦のフランクフルトアムマイン、フランス海軍からはアキテーヌ級駆逐艦の5番艦のブルターニュが参加したよ。海上幕僚監部のプレスリリースによれば、これら海上自衛隊を含むオーストラリア、イタリア、ドイツ、フランスの6カ国の参加した海軍戦力は、今回のノーブル例文24産で以下の内容について合同軍事演習を行ったと説明されているんだ。その内容とは、実施された項目として対空戦闘、対潜水艦戦闘、参加した艦艇の艦載機による相互のクロスデッキ運用、そして PHOTOX と呼称される合同軍事演習の実施内容を写真で記録する行為が行われたとしているぜ。今回のノーブル例文24産は、政治的な背景としては日本の安倍首相が提唱し同盟国や準同盟国と推進している自由で開かれたインド太平洋という理念の実現に向け、参加各国が一層の連携強化を図ることが掲げられているらしい。この自由で開かれたインド太平洋という理念は、環太平洋国家である日本やオーストラリアにとっては非常に重要な意義を持つことは言うまでもないが、これにヨーロッパのイタリア、ドイツ、フランスが参加したことに大きな意味があるだろう。とはいえ個人的には、イタリアはつい最近まで中国が提唱し推進している一帯一路構想に前のめりな姿勢であったし、ドイツは中国への自動車輸出等で莫大な権益を有しており、フランスにもドイツと似たような感じを抱いていたからね。自らの本国から遠く離れたインド太平洋方面において、これらイタリア、ドイツ、フランスのヨーロッパの3家国がどれだけ真剣にその理念の実現に注力する気があるのか否かは、まだ手探り状態のようにも思えるよ。ただし日本としては今回のノーブル例文24産の実施によって、少なからず中国に対して一応西側諸国の連携の強化を図る姿勢を見せられたと感じられ、決して一枚岩とまでは言えなくとも政治的な意義は小さくないだろうな。今回のノーブル例文24産にイタリア海軍が参加させた軽空母のカブールは、すでに F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用している艦艇であるため、今後海上自衛隊が出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修を終えた後は、そのクロスデッキ運用も見られるかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。